アマンシオ・アマーロ・バレラ、アマンチオ・アマーロ・バルラ、1939年10月16日隊は、スペインのアコルーニャ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは FW。1960年代、いえいえマドリードと呼ばれていたレアル・マドリードに会って、エースストライカーを務めた。15歳の時に、ビクトリアに入る。 1958から1959シーズンにデポルティー・ボラ・コルーニャに移籍、当時2部リーグだったデポルティー・ボラ・コルーニャを一部に押し上げ、その活躍によって多くの競合チームのスカウトにインパクトを与え、1962から1963シーズンにレアル・マドリードに加入した。ボールを蹴るアマンシオ・レアル・マドリードではリーグ優勝九回、コパデルで三回、 UEFA チャンピオンズリーグ優勝などを成し遂げ、自身もレアルマドリードの選手としてリーグ119得点、その他大会も含めると155得点を挙げ、2度のピチーチ賞に輝いた。1964年のバロンドールではデニスロー、ルイス・アレスラに次いで3番目に多い得票数を集めた。代表でも1964欧州ネーションズカップ、 1966、FIFA ワールドカップのスペイン代表に選ばれた。1975から1976年に引退し、レアルマドリードのテクニカルスタッフに参加した。引退後はコーチとして、レアルマドリードのジュニアチームを1年間指導し、その後ビジネスに専念する決意をしたが、1982年に会長のルイス・デカルロスによって、再びレアルマドリードに戻った。 レアル・マドリード・カスティージャの監督として将来金太、デル・ブイトレと呼ばれるエミリオ・ブトラゲーニョ、ミチェル、マルティン・バスケス、マヌエル・サンチスラを率い、就任2年目の1983から1984年に2ブリーグ優勝に導いた。その後、トップチームの監督もしたが結果が出せず、監督を辞任した。ありがとうございます。